豪雨災害によってお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表したいと思います。すべての被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。発災から1ヶ月近くが経とうとしておりますが、道路、水道といったインフラの復旧、あるいはまた大量に発生した災害廃棄物の処理については関係者の皆様の注意は分かたず努力を重ねていただいた結果ですね、着実に前進をしております。一方、先ほどお目にかかった被災者の皆様からは先の見えない不安についてお話を伺いました。政府としては当面の住まいの確保について、公営住宅そしてみなし住宅への入居手続きを迅速に行ってまいります。被災者の皆様が未来に希望を持って生活の再建そしてなりわいの再建に向かって進んでいくことができるように万全な災害対応に全力を尽くしていきたいと